ケプナートリゴーは、米国ニュージャージー州プリンストンに本拠を置く、非常場のコンサルティング会社の名称。社名は、創業者である社会心理学者のチャールズ・ケプナート、社会学者のベンジャミン・トリゴーの名前に由来する、問題解決と意思決定の思考プロセスを体系化したキロトン法に、基づく研修及びコンサルティングを提供している。日本法人の設立は1973年。 国内でも多くの一部上場企業が社内の標準的な手法として取り入れている。キロトン社は講師養成研修という概念を初めて取り入れたことでも知られている。顧客はキロトン社が提供する講師養成研修を受講すれば自ら社内研修を実施できる。キロトン社は社内研修で使用する教材のライセンス料を得るというビジネスモデルにより顧客組織全体に 合理的な思考プロセスを移転することで、組織改革を進めてきた。1950年代、米国のシンクタイクラント社に勤務していたケップナーとトリゴーは、空軍における意思決定プロセスを分析する過程で、優秀な士官は等級に関係なく、行動を取る前に必要な情報を集め、整理、分析していることに気づいた。二人はこれらの研究成果に基づき、 ビジネスへの適用を前提に思考プロセスの分析を進め1958年にキロトン社を設立した複雑で再発する問題に対する効果的な意思決定とそうでない事例を数多く観察し合理的な思考法を考案しザラショナルマネージャーにまとめたキロトン社はカリフォルニア州にあったトリゴーの自宅のガレージから始まり約半世紀以上にわたり 世界中でキロトン法の研修プログラムを提供し、現在でも組織、業界、国境を超えて多くの企業の経営や実務の現場におけるプロセス改善に貢献している。キロトン法では思考、反応、行動のパターンは次の4つの質問に分類できるとしている。人類は複雑な状況を理解し、物事の因果を解明し、良い選択を行い、 未来を予測することで文明を築いてきた。つまり、これら4つの思考は、人間の普遍的特性なのである。キロトン法は、文化や適用分野に依存しない人類誰でも共通に持つ、普遍的な思考を扱うため、対象となるコンテンツによらずどのような実務へも適用できる。体系化された合理的思考プロセスは、思考の TQC とも呼ばれ、 問題の本質を捉え組織の考える力を最大限に発揮させる。ただし、実務環境への定着には、意識的な継続利用、共通言語化、重要関心事への積極的な適用などを地道に行う必要がある。キロトン法は以下の4つのプロセスからなる。状況把握とは、実務で直面する複雑な問題を具体的に分けて整理し、 優先順位をつけて取り組み課題を作成し、解決の計画に結びつけるプロセスである。多様な関心事を主観と客観に分けて問題を明確化し、それを解決する具体的な課題設定を行う。SA は以下のステップからなる。問題分析とは期待と異なる結果に対する原因を究明するプロセスである。人、設備、システム、 プロセスが期待と異なる結果を出した場合、適切な情報収集によって効率的に原因を導くことができる。PA は以下のステップからなる。決定分析とは複数の選択肢から最適案を決定するプロセスである。ビジネスにおける重大な決定において、期待成果、制約条件、リスクを幅広い観点でバランスよく考慮し、効果、効率、 納得性の高い決定を行う。主観と客観、発想と絞り込みを分けることにより決定の脈絡を明確に視覚化できる。DA は以下のステップからなる。潜在的問題分析とは目的を予定通り達成する可能性を高めるためのプロセスである。プロジェクトで起こりうるリスクの原因に対処しその発生確率を低める予防対策と リスクの影響に対処しその重大性を低める発生時対策の両方を考える。いずれも効果とコストのバランスを考慮して実施する対策を決めて必要な資源を割り当てる。場は以下のステップからなる。このステップは潜在的後期分析にも適用できる。1966年管理者の判断力上野一郎役産業農立大学出版部1985年新 管理者の判断力、ラショナルマネジャー上野一郎役、産業能力大学出版部 ISBN978 から43億8204万8515、ありがとうございます。